こんにちは、レイセンです。今日は5月23日、日曜日になります。実験生活1134日目、不老不死週一絶食34日目と、大体パンとヨーグルトで生活実験14日目です。天気は晴れ。現在時刻は午後1時48分ですね。今日めっちゃいい天気なんだわ。うん、で、今から買い出し行ってきます。買い出しっていうかね、ちょっと仕事の道の下見っていうか、まあそれのついでっていうか、ついでに買い出し行ってくるみたいな。なんで2時間ぐらいはいないと思う。下見で1時間は少なくともかかるんで。ですね。まあ買ってくるのはヨーグルトとか、有機豆乳の補充とか、あとリンゴジュースとか、あとまあちょっとお菓子とか、安くなってたら豆腐とか、まあその辺買っていきます。で、今日もまあヨーグルト2、3杯と、あとパン1斤ですね。パンは7時半かな。7時半頃焼けるんで、まあそれ食べるっていうところです。まあそれプラス、まあ買ってきたやつだね。買い出して買ってきたやつを食べるっていうところです。それだけですね。そしたら始めていきます。そしたら買い出し行っていきます。まあ、帰ってきました。買ったものは、有機豆乳6本と、あと水4本。あとマスク、ね。クールマスク。これはまあ仕事用ですね。と、くるみ黒糖ですね。と、あと、今度富士っていう、リンゴジュースです。まあ同じですね。J. アオレンさんの密閉絞りってやつで、原材料名はリンゴ、カカオ森県産。で、ストレートですね。で、1000ミリ。味がちょっと違うかもしれないけど。まあこれは基本的には、パンだな。パン用で。あとこれ、100均だね。100均で折りたたみクッション。こんな感じ。まあ厚さ 1.5 センチぐらいかな。これだったらどこでもね、座れるじゃん。どこでもじゃないけど。あとトート型ランチバッグ台ってやつね。これパン入れるのに、こんな感じでね。ちょうどいいよね、パン。あのパンね、一斤ここに入れて、手で持っていくっていう。これ100円ですね。耐久性は知らんけど。あと、まあ、ボールペンですね。で、黒豆絞りですね。と、あと、いちじく。まあちょっと安かったんでね。ブルーベリーとどっちにしようかなって思ったんだけど。まあ最近ブルーベリーよく食べてたんで。まあ今日はイチジクで。まあそのあとこかな。あと海鮮ですね。したら、この辺食べていきます。あと水。水が欲しいんで。あ、これ昨日の残りだね。これ入れていきます。ながらの名水を300。今日までヨーグルト作ってないんだよね。したら取ってきます。これ白いちじく、ちょっと味確認するんで、名称乾燥果実、原材料名はいちじくで 300g ですね。原産国名はトルコ共和国で、輸入者はデルタインターナショナルですね。写真が載ってます、ね。トルコ。漂白剤不使用ってありますね。
トルコ山間部でじっくり乾燥させた濃厚な大粒の白いチジクって。こんな感じ、ね、これね白いチジク、うん、うん、うまいな、普通にうまいな、なんだろう、妙にさっぱりしてる、うん、こういうのって大体もうちょっとなんか濃くてくどいんだけど、すごいさっぱりしてるね。いや、イチジクのあの種がプチプチしてて、うん、うん、美味しいわこれ。あんまり脳が乾くようなくどさはないね。うん、いいねこれ。多分今日一日でなくなっちゃうと思うけど、うん、したらこれ取っていきます。水入れていきます。だからの名水を300、あのイチジクめっちゃいいわあれいい、すごいいいな、あれうまい。で体への状態もいいし、うん、あれまたちょっとまとめて買ってこようかなと思ってます。まあ明日ちょっと行ってこようかな、まだ残ってたらね、うん、したら取ってきます。パン焼けたんでこんな感じです。あとジョギングそういえば行くの忘れてたね、すっかり忘れてた。まあいいや、そういう日があっても。味、うん、なんか酸味とか酸っぱい感じとかそういうのはないんだけど、まあ割と普通かなってとこですね。膨らみは十分だもんで、これはこれでありかな。一応そうすると、まあなくてもね、リンゴジュースなくてもいけるかなってとこです。うん、したら食べていきます。これ富士ですね、これをちょっと飲んでみようと思います。500ml、これ1本500円なんでね、1杯250円だよ、超高級だ。あと残りはパンだね、パンに入れる、100ミリずつね。味、ああ、甘い、うまいね。もう、この間のとどっちがいいかって聞かれたら、この間のやつかな。こっちの方がなんか薄い感じがする。なんかさっぱりしてるけど、うん、甘さはしっかりあるけどね。甘さしっかりあるんだけど、なんかこっちの方が少しさっぱり気味かなってとこですね。うん、この間のやつの方が、青森初の方がもうちょっとなんか濃かった気がするな。うん、まあどっちもそこまで大きく、うん、結構違うかな結構味違うかもしれん。うん、どっちも美味しいけどね。まあでも希望の雫が一番かな多分ね。もう随分希望の雫飲んでないけど、あれすっごい美味しかった。前に一度いろいろ試し飲みとかして、で最終的に希望の雫が一番だったっていうのを以前やったんだよね。以前実験したんだわ。うん、希望の雫が売ってたらそっち買うんだけど、一応スーパーには青森初とこの富士だけだったんで、まあ2つ試したところ、青森初の方がどっちかって言ったらいいかな、個人的には。だけど青森初もう数本しかなかったんだよね。うん、まあネットで買ってもいいんだけど、まあ、うん、そのうちネットで買うかもしれない。一応パンさっきのやつ食べたけど、ちょっと味いまいちだな。いまいちっていうか食べれなくはないんだけど、
やっぱリンゴジュース入れたパンの方が美味しい。美味しいな。なのでやっぱリンゴジュースレギュラー入りすると思う。うん。あ、でもこの間の青森発500飲んだらちょっと体重くなったでな。こっちだとどうか分かんないね。こっちで問題ないんだったらこっちの方がいいってなるしな。まあそんな感じです。味はでもいいよ。すごくいい。うん、ですね。したら取っていきます。おはようございます。今8時40分ですね。そしたらジョギング行ってきます。ちょっと水入れてきます。ながらの名水を300。まあ走ってきてで風呂入って神棚やってマッサージかけたとこですね。うん、ちょっとなんか体重かった、はあ、うん、あとなんか花粉症の症状がすごい出るんだよな。そしたら計測入ってきます。あ、10分か。どうしようかな。半にしようかな、うん、10時半になったら計測入ってきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、背中、73ですね。血圧115-78です。今日の結果報告です。今日は天気晴れ、睡眠時間4時間半ほどとってます。翌日午前1時から5時半までの4時間半です。これちょっとまああやふやなんでまた編集の時に確認します。5時半ぐらいに1回起きてるんだけど、でそっから一応うとうとしながら幽体離脱の訓練をねやってたんだけど、途中で横になったりして、ちょっとあやふやんとかあるんでね、また確認します。ジョギング今日朝5キロで、ウェイトトレーニングはなしです。まあいつも通り懸垂で、ね、針で懸垂やってます、うん、今日8回ですね。行きに8回で、帰ってきてから裏懸垂で8回やってます。まあ10回ぐらいやろうと思えばできそうな感じではあったけどな、うん、まあ無理したくないんでね、一応8回ってとこです。で、日中の室内温度、午後1時40分頃計測で27度、湿度は 44% でした。飲んだもの、ヨーグルト、自家製のカスピ海豆乳ヨーグルト、今日はゼロですね。今日ヨーグルト全然取ってないんだ。で、グリーンスムージーもゼロで、リンゴジュースを500ですね。今日は500取ってます。で、水は900です。合計が 1400ml、 水900のため実質は 500ml です。まあ、リンゴジュース500だけってとこですね。これプラス固形物。今日は乾燥白いちじくを 170g と、くるみ黒糖 30g、黒豆絞り 55g。まあ、こんだけですね。で、きなこは0、ターメリックも0、ブラックペッパーも0ってところです。尿回数4回出てて、濃さ薄め、平均的な濃さ、量は平均的な量でした。大便は0回です。今日は大便出てません。おならもなしですね。今日おなら全く出てないはずです。で、今日の計測時刻は午前10時半頃です。昨日よりも2時間と30分ほど早いですね。
まあ、その分 0.25kg ぐらいは増えてることになります。体重 64.45kg、 昨日に比べて 0.35kg のマイナスです。なんで昨日と同じ時間に測ったら 0.6kg のマイナスですね。なんで割と体重も減ってるっちゃ減ってますね。 BMI 20.3 でマイナス 0.2、 体脂肪率は 15.2% で 0.2% の増加です。だから体重は減ってるのに体脂肪率はちょっと上がってるっていうね、今日。まあそんなには変わってないけど。うん。血圧115-78、最高血圧マイナス2、最低血圧マイナス2。なんで血圧はまあ変わってないですね。脈拍85でプラス8、ウエスト73センチで変化なしです。脈拍に関しては、まあ今ちょっとあったかいとか暑いもんで。まあ、その辺の影響はあるかもしれないですね。で、今日の気づき。まず、イチジクだね。乾燥イチジク。トルコ産だね。あれ、撮ってみたんだけどね、すごく調子いいんだわ。あれ、調子いいね。あれ、当たり。当たりですね。まあ、一袋 300g 入ってて650円だったんで、うん、まあ値段的に高いっちゃ高いんだけど、イチジクって割と値段するから、うん、まあ、ありかなってとこですね。で、あれ、漂白剤使ってないんだよ。うん。そこでかいね。めっちゃでかいね。漂白剤使ってないっていうとこが。うん、だから買ったんだけどさ、うん。漂白剤使ってたら買ってないんだけどさ。うん、で、まあ、裏にトルコのね、方のね、写真が載ってたんだけど、うん、なんか、いい感じだったね。うん、で、食べた時の体の感じっていうのかな、がね、いいんだわ。うん、嫌な感じが全くないっていうのかな。うん、体に入れた時にね、うん、あれね。まあ一つは漂白剤使ってないっていうのが大きいと思うんだけど、やっぱり作り手の愛情かな。多分愛情だあれ、と思った。作り手の愛情が、でかいんじゃないかなっていうところですね。うん、甘くて美味しいし、あれだったら日持ちするしね。一応まあ開封したら冷蔵庫保存って、うん、冷蔵庫で保存してくださいねってことだったんだけど、まあ仕事にも持っていけると思うし、あれなら。うん。まあ使い勝手もいいし、うん、あの甘さはいいな。まあフルーツっていうかスイーツだわな。おやつにちょうどいいっていうのかな。で、くどくもないし、いい感じの甘さなんだよ。うん、で、プチプチっとした食感だね。種の食感もあるし。ただ栄養価も高いと思うんだよね。ああいう種って栄養価高いんだよな。うん、でエネルギーにもなるし、うん、あれはいいと思ったね。最初300すぐなくなっちゃうだろうと思ったけど、割と持つ、うん、腹持ちがいいっていうか満足感高いんでね、うん、あれは正解だな、うん、まあ、ブルーベリーの代わりに白いちじくだね、あっちにまあ置き換えてもいいかもしれない。で、魂にまあ聞いたんだよね。うん、聞いたら、ブルーベリーよりもイチジクの方がいいみたいなんだわ。白イチジクの方がいいみたいだったの。うん。なんで、ブルーベリー今回買ってないんだけどさ。うん。なんで、まあ、今後ちょっと白イチジクね。まあ、どのぐらい手に入るか分かんないんだけど。うん。一応安くなってて、まだ残ってる分は買ってこようかなと思ってます。明日ね。うん。で、まあ、今後も手に入るようなら、うん、まあ、一応補充って形でね、レギュラー入りっていうか、で使っていこうと思ってるんで。だから、まあ、感触だね。感触は白イチジク。うん。あれがいいな、感触。あと、砂糖も入ってないし、添加物も入ってないし、で、漂白剤とかも使ってないでしょ。うん。で、しかも、なんか、愛情こもった食べ物っていうか、食品なんてね、うん、あれはいいな、うん、ああいうのだよね、ああいうのを、まあ、選びたいっていうか、そのところです。あとくるみ黒糖と黒豆絞りはまあいつも通りっていうか、うん、ただ砂糖入ってるんでね、まあ今後減らしていきたいところですね。リンゴジュースの富士は普通にまあ美味しかったけど、
美味しかったけど、なんかとろみ感っていうのかな、濃厚感っていうのかな、そういうのがいやいやちょっと少ない感じがしたっていう、うん、なんとなくね、実際飲み比べたら違うかもしれないまた話変わるかもしれないけど、この間の青森初よりもなんかちょっとさっぱりしてる感じがあったってとこですね、うん、まあ、どっち選ぶって言われたら青森初の方かな、うん、でまあ途中でも話したけど、希望の雫があれば希望の雫買うかなってとこです。ただまあ富士は富士で普通にまあ美味しいし何の支障もないんだけどね、ちょ、今後パン焼くときはね、入れようと思ってます。リンゴジュースを100ミリですね。水の代わりに入れるっていう形で。うん、やっぱ、リンゴジュース入れた方が美味しいわ。美味しい。割と違うなと思った。食べててね、うん。今は作ってないんだけどね、パン。明日分はないんだわ、パン。明後日は作ろうかなと思ってる。今、麹エキス仕込んだとこなんでね。うん、あれは今44度で 50g だね、 50g の麹の粉末に 400ml の有機豆乳ですね、で今仕込んでます麹エキスね。あれで普通にまあ出来上がってくれたらね、泡が立ってくれたらいいんだけどさ、泡が立たなかったら今度 60g だね、 60g でやってみるってとこです。うん、まあそんな感じです。で今日なんか妙にね、花粉症の症状が強く出るんだよね。鼻水も出てくるし、くしゃみもひどいし、で目もすごく痒くなるんだわ。まあ一つは花粉が今日は特別飛んでる可能性があるんだけど、それだけじゃなくってヨーグルトですね。今日ヨーグルト取ってないんだよ、全く取ってないんだよね。でヨーグルトがもしかしたらよくって、それで免疫高めてくれてて、で花粉症の症状がまあ出にくくなってたっていうか抑えられてたっていうね、まあその辺の可能性がありますね。うん、まあ今後もちょっと検証していくんだけど、うん、もしかしたらね、もしかしたらヨーグルトがでかいのかもしれない、あのグリーンヨーグルトがね。うん、今日はヨーグルト取ってないもんで、で花粉症の症状が割とね強く出てるっていう、まあそういう可能性はあるってとこです。うん、まあ明日以降ヨーグルト取るもんで、でまた天気のいい日とかさ、6月ちょっと過ぎたあたりまでは花粉症ひどかったでな、まあ梅雨入ったらね、うん、まあ落ち着くと思うんだけど、それまでの間でヨーグルト取ってて天気よくって、あ今日花粉いっぱい飛んでそうだなって時にね、症状がまあ別に出てこなかったらね、あんまり出てこなかったら、あやっぱりヨーグルトでかいなみたいな話になってくるし、まあ、そこをちょっと見たいですね。うん、明日はヨーグルトとあとイチジクですね。うん、あとまあちょっとなんか買ってくるかもしれないけど、豆腐とかね。うん、ちょっと出かけてくるんで、明日は仕事の関係でね、ちょっと出かけてくるんで、また2時間かそれ以上、ちょっといないと思うんで、2、3時間いないってとこですね。で、ついでに、まあ、買い出しも行ってくるし、あと、まあ、必要なものとかあれば、探してくるんで、まあ、そんだけかな。で運動に関しても、まあ、今後はちょっと仕事の関係でね、朝走れなくって夕方走るとかは出てくると思う。ただ運動を一応まあやりたいんで、まあ、ジョギングと懸垂はね外せないんで、あとできたらまあトレーニングルームでね、ウェイトトレーニングもまあ加えていきたいなと思ってるところです。そしたら実験生活1134日目完了です。それではまた明日。